それではね、フルーツパークまでの道のりを登っていきたいと思います。右手にね、あのサルスベリの、これ木ではないんですよね、植栽みたいな感じでずっとつながってるんですけど、ちょっと寄ってみましょうかね。こんな感じでサルスベリの植栽がございます。じゃあちょっと歩いてってみましょうか。こっからちょっと上り坂で、暑い時は大変ですけども、登ってってください。はい、駅からねフルーツパークまでの道のりの半ばぐらいのところまでやってまいりました。この辺まで来るとね、非常に植栽がね綺麗に植わっております。ここなんかもそうですよね。ミシ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 って言ってますが、こうやってね幹を見るとね、すべすべのやつで、あ、サルスベリのあの植栽なんだなっていうことがわかります。じゃあ駐車場の入り口まで行ってみましょうか。はい、ようやくね駐車場の入り口のとこまで来ました。こうやってねよく見るとピンクの花の中にねちょっと白っぽい花も混ざってるんですね。こういう感じで、はい、こういう色の違いも楽しみながら散歩がてらフルーツパークまで歩いていただければと思います。じゃあちょっとね駐車場の入り口のところの、サルスベリの木を取ってねこの動画は終了したいと思います。はい、まだ夏の雲がね、もくもくと積乱雲出てますが、ヤシの木のね並木があるところにもやっぱりずっとサルスベリの植栽が通っております。でここ駐車場の入り口なんですけどもね、ちょっと曇ってきちゃったな。ご覧いただけますかね、こちらの方にねサルスベリの並木みたいな感じで、あ、ちょうど日が陰ってきたもんで逆光にならずに済みました。こういう感じでね、これはちょっと紫っぽい感じですか。で向こうを見るとねやっぱりピンクの木もあるんですね。はい、ピンクですねこれもね。でこうやって、駐車場に入っていくということでございます。じゃあ、こちらのねサルスベリの木をバックにしながら今日の動画はこれで終了させていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。